腕座十字肩をかけられた下の兵士が右手で相手を叩きタップアウトを示しているタップアウトは格闘技における用語の一つであるギブアップタップも同義の言葉である柔道では参ったという柔術柔道プロレスや総合格闘技などの格闘技における試合の決着方法の一つである 極く技などの練習やランドリの時においても同様である。関節技や締め技等、体を固定することによってダメージを与えられる技を受けた時、あるいはアクシデント等が原因で技を受けている選手が背に喪失、試合続行を不可能と判断した場合に、レフェリー、審判員に対して降参の意思表示をすることにより試合を決着する。 タップアウトをした選手はその時点で敗北となる。意思表示法は、自らの動かせる方の手間だは、足で相手の体、もしくは畳やマットを2回、ないし3回叩くことが一般的である。口頭やその他の動作で意思表示をする方法もある。簡単や叫び声は、サンボやブラジリアン柔術ではタップアウトの意思表示とみなされる。柔道ではみなされない。 打撃等でのノックアウトやピンフォール負けとは異なり、タップアウトは選手自らの意思で敗北を認める行為である。畳やマットを叩いた場合、稀にレフェリーや相手選手がタップを見逃すことがあるが、ビデオ撮影されているケースも多く、タップアウトした選手が嘘をつくケースは、まずない。プロレスでは悪役レスラーなどが、俺はギブアップしていないのに、 レフェリーの陰謀あるいは誤審で負けにされたと主張して、構想継続のネタにする場合もある。タップアウトは前述のように、選手自ら負けを認める行為であるため、それを潔しとせず、極まった技に耐え続ける選手もいる。このような場合で選手の身に危険が及びかねない時には、レフェリーやセコンドが試合を停止させることもある。これを、レフェリーストップ、または、 見込み一本と呼ぶ。アマチュア格闘技である柔道アイフルールにおいては見込み一本は、取らず選手が気絶すると一本となる。2001年までに規定改正され、脱球、骨折の場合はまだ戦闘能力があるとみなされば一本は、取らないことになった。その後、2014年までに、主審の判断で医師に診察してもらうために、マテをコールした後、 試合続行不可能である旨を医師が、主審に告げた場合、不祥危険勝ちが相手に戦することができるようになった。柔道行動間ルールでも1951年に、見込み一本が廃止され、男子は1966年から一部の大会で、見込み一本が復活したが原則、見込み一本は取らない。女子は当初見込み一本があったが1995年から、 男子同様原則廃止に。7大学柔道では、肘関節技のみ、見込み一本がある。国際柔術連盟の柔術ファイティングシステムでも、見込み一本はない。ブラジリアン柔術ではかつては見込み一本は、取らなかったが、2018年までに、国際ブラジリアン柔術連盟では見込み一本の規定ができた。しかしながら、黒帯の試合では滅多に取られない。 国際柔術連盟の寝技柔術では2019年現在、見込み一本はない。一方、日本のプロ総合格闘技では気絶、脱臼骨折していない状況での見込み一本がたびたび取られている。アントニオイノキがアクラムペールワンとの一種格闘技戦でアクラムの腕を本当に折ってしまったのは、そのような状況で、レフェリーがいち早く試合を止めなかったためである。 また、プロレスの三本勝負では、一本目や二本目で、関節技が極まると、どうせ外したり、ロープブレイクしたりできないのなら、早く、ギブアップした方が、ダメージが残らず賢いと言われていた。ありがとうございます。